ニューストピックスです金沢21世紀美術館は金岩地区の空き店舗でアーティストが公開制作に取り組む金岩ラクザを始めました今回はこの話題について社会部の橋本記者に聞きます橋本さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずどのような活動をするのか教えてくださいはい県内外のアーティストら6組が7月3日から31日までの期間中 ワークショップや公開制作に取り組みます。はい、空き店舗を思い思いに改修し、壁画を描いたり、オリジナルのキャラクターを配置したりしています。どうして空き店舗を活用することになったんですかはい、より地域との距離を縮めるためです。21日は2018年から金岩大野芸術計画と銘打ち、 倉庫を改修した金岩スタジオを拠点にアーティストの滞在制作やイベント運営を進めてきました今年はスタジオを飛び出し商店が立ち並ぶ通りで活動を展開することにしました、うん、ではどういったアーティストが参加しているんでしょうはい。例えば和菓子屋の柏堂さんの空き店舗では金沢,美大金沢美大出身の作家3人が拠点として活動しています、はい、作家それぞれジャンルが異なり 例えばおまんじゅうに見立てて石を磨くワークショップや陶芸体験を行っています洋画とアニメーションを手掛ける作家は港町ならではの企画として金岩海岸に出向いてスケッチする企画や訪れた人と海にまつわる雑談をしてそれをもとに壁画を仕上げる取り組みをします、はい、手芸を楽しむ会場や 宮の腰緑地にある芝生の上で、物々交換する企画もあります。面白いですね。の、はい、アートを鑑賞するというよりは、訪れた人が実際に手を動かして。会話を楽しみ、これからの金岩について考えるきっかけになるようなプログラムを用意しています。ええー、斬新な取り組みですね。はい、地元住民に反響はありますか。はい。 この企画の一環として住民からかつての街並みを写した写真を募り地域の店先に掲示するといった活動もしており続々と写真が集まっているようです、はい、他にも福岡県久留米市の家族4人組の作家牛島家へ店舗を貸した女性は今回の取り組みに触発され落座が終わっても住民が遊びに来られる場として空き店舗を開放する予定とのことです。 21日の担当者は、単発の活動で終わらず、住民が何らかの形で受け継ぎ、金岩で新たな動きが生まれるきっかけにしてほしいと話していました。はい。今回は社会部の橋本記者でした。ありがとうございました。ありがとうございました。